はい、短期決戦です。966回ミニロトの予想をしていきたいと思います。過去6回から傾向を見ると6回中3回1回ボーナス数字が3、6回中2回が2と7と28、6回中2回1回ボーナス数字が10、混合4回ロト6、ミニロト過去2回とロト6とロト7から傾向を見ると4回中2回が27、28、30で、ミニロト過去6回抽出数字、混合4回抽出数字、全抽出数字、連想展開、前回の数字を並び替えてその隣をオレンジ色で示してかからなかったのを水色で、オレンジのところ出やすいんだけどちょっと今回は全部こう分散してるからね、あんまり参考にならないかもしれない。で、全抽出数字で緑色で反転させたのが2回以上出てる数字、挟まれた数字が9と29、かぶった数字が28で、参考回で、ロト6の予想ミニロットだから5つの数字だからね、 9が出やすいかもしれない。9、9、13、19、27、30かな、9ね、あと 1の位がある、1の位5、6とか20は来るけど、20、28、29、30、29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 、
あ、分かんないな、あんまり。なんかうまく分からん。12と19と24、25が1、2、3、4、5、6、7、8、こんな感じ。イメージ的にね。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。